中日細川最強の打者になる。現在セリーグ最多安打。ようやっとる。思ってたのと違う。ちな去年の前半戦は285.2本49打点。理想の平田みたいな打撃成績。優の未来。なぜ5番難題。このままだと60打点届かんペースやな。できれば6番あたりに置きたい。4番福永は良かったんやがな。優の未来。日本だと3番打者って感じやな。4番だと物足りない。めちゃくちゃ飯食うらしいな。3番が一番いいと思うわ。生え抜きから嫌われてそう。なお4番中田。細川6番に置きたいってどれだけ打線強いチームやねん笑い。細川も4番に置くと全然打てなくなるからしゃあない。まあとざま対生え抜きという対立を煽るのは悪くないね。実際落合以降今より期待できる生え抜き野手が出てきている時期は中日には存在しない。1番か2番が良いんじゃない。今の NPB に細川と同等かそれ以上のバッター何人いると思ってんねん。すれの外事どもは細川が最多安打なんて誰も想像できなかった。全然しゃあなくないやろ W。 中田より打てるやついるんだからそいつ4番にして細川に3番でええやろ。頭立つ波か。中日細川しか怖いバッターおらんのか。 5.6 月明らかに勝負避けられて本人も不調なのか。なかなか一本出なかったのがな。回より始めよって言葉を知らんのか。これだから低学歴は悪い悪い。もっと丁寧に教えてあげればよかったな。中日の4番打者打率見てみな。誰が4番打っても不調になるって意味だよ。いいファンだけど未だに細川の活躍は嬉しい。逃がした魚は大きいだなんてみじんも思わない。 D じゃ育たなかったから。本当によかったよ。3つがあってそこそこの良い打者を置くくらいの打順だと思う。てかドラゴンズの選手を基準に配置するもんだろ。あと他の打者が舐められて歩かされることは一時期増えてたな。横からだが打順別成績見たけど別に4番悪くなかったわ。むしろチームで一番良かったわ。細川も普通だし中田も調子落ちてからは4番あまり打ってなかったし最近また入ったけど基本はただ好調な時に何番打ってたかって話だな。カリステとか福永も好調な時に4番入って打ってたし一瞬だけ6番になってたな。本人にホームランが出てなかったのと上に置いても歩かされてたからかなと思うけど去年の終盤は普通に打率の低いホームランバッターになってたから6番も多かった。去年も春先はヒット多めで出塁率高めでホームラン少ない時期あったよ。後半戦は逆にゴリゴリ人間になってた。立浪の細川は4番に置くと打たなくなる。ソースはカンピューターって言葉を鵜呑みにしてる人が多すぎるんよな。あいつデータなんて見てないんだから信じちゃダメ。6番細川。7番加藤。8番ロドリゲス。9番投手。都会うどうやって点取るねんって打線組んでたな。細川歩み化して終わり。笑い。渡来の完全上位互換。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。